ビプレミアアイテムです。こちらも小文字です、こんな形でブランドを統一した形で、エレメンツのプレミアエレメンツですねのもうエディターの方がこれで機能されました。こちらのところで今度は、この動画の編集ですねを行うということになっています。まあ2つクリップを選ぶこんな形ですねを簡単に、見せられる、まあ、この子が大きくなるとこれぐらいのことができるというような、そんなことにも全然おかしくないですか、はい、そういうようなことになるんですけれども、じゃあこれじゃあちょっと演出をしていくっていうふうになると思うんですが、でも先ほど申し上げた通り柏山の方が言った通りなんですけども、やっぱりビデオ編集というものは、まあ、写真の編集に比べてやっぱり一般的にはハードルが高いんじゃないかということが言われています。で、まあその通りだと思います。まあいろんなハードルがあるということだと思うんですけれども、その中ではやっぱり PC ですハードウェアのスペックもあると思いますし、正直時間もかかります。写真のところでもうビフォーアフターみたいな簡単な形ではなくて、まあ、繋いだりそれを見たりとかっていうところがあるので多少なりとも時間もかかるんですけれども、やっぱり一つ大きな初心者もしくは弊社がターゲットしているメモリーキーパーの方々というのは、いわゆる習得アプリケーションをどういうふうに使うのかというところのハードルが最も高いものの一つあると思いますね。で、そういったものを払拭するために今回搭載されたのがこの上の方ですね、はい、クイック、これは従来からありました。この右側エキスパートもありました。で、フォトショップエレメンツでは従来からあったんですけれども、今回好評につきプレミアエレメンツでもこの真ん中のガイドという機能がついたというのが大きなところです。じゃあガイドってどういうようなものなのっていうところなんですが、これクリックします。はい、そうするとこんな形で、まあプルダウンのところですね、いろんなメニューが出てきます。まあもともとこのガイドという機能は、Photoshop エレメンツでも同様ですけれども、どういったことをしたいので、それに合わせたマニュアルのような形ですね、このインストラクションが書いてあるというところが一つです。例えば、まあ、アプリケーション、これはどのアプリケーションでもそうだと思います。どういうふうに使うか分からないという場合にはもう初めにっていうような形でこれクリックしていただければ結構です。じゃあちょっとやっていくっていうふうになると、今度は不要なフレームのトリミング、長い、まあ、クリップですよね、動画の素材を短く、まあ、必要なところだけをやっていく。で、まあこれが一つ楽しいところでもあるとは思うんですけれども、まあ、素人さんなんかこうバンバン使っちゃうっていうところもあります。ビデオの2つの素材を並べて先ほどのように見てると、その間のトランジション、いわゆる1つのムービーから次のムービーへ行くときにどういうような切り替えのところをやっていくのか、これ楽しいんですけども、最初にやろうとするとなかなかどれをどれをっていうふうになると思うんですよね。っていうようなものが数多くこちらの方にあるんですが、じゃあトランジションのところをちょっとポンと押すと、皆さんに注目していただきたいところは左上のところまずは見ていただきますと同時に、右下も勘のいい方は分かりますね。ちょっとまず左上からいきますけれども、こちらのところで、クリップ間のトランジションの作成っていうところで、黄色のところにですねタブについて、でウィンドウが出てきて、まあ簡単な説明が従来通りこれあります。まあ、従来通りっていうのは、まあPhotoshop Elementsでもあったものなんですけれども、ここでまず繰り返しですけれども、簡単に操作させるという意味では、プレミアエレメンツの中でもこのガイドがついたという感じですけれども、次へのボタンがあります。ちょっとこの次へのボタンを押すと何が起こるかというところなんですけれども、ポイントは今左、右下の方ですねにある通り、ここのところで分かりますよね、矢印がピコピコピコ、まあカラータイマーではないですけど、こんな形になっています。で、次へのボタンを押すとぴょんとこう立ち上がって、で、何をするの、何をしてほしいのっていうところを左を見ながら、この操作ですね、その手順がもうすで、に行われるというところです。じゃあ、まあ、よくあるものの一つですが、クローズディゾルブみたいなものですね、これちょっと選んで、で、このところで2つのクリック間の間で使用するトランジションをドラッグ&ドロップしてみたいなところが左上で書いてあるので、じゃあその通りドラッグ&ドロップやっていきましょうっていうふうになる。
そうすると左のメニューもまた変更されたのをお分かりいただくと同時にこの右側ですね、トランジションの調整みたいなものも出てきております。でもうその通りにあとやっていただければ完了ボタンを押すともうそれで完了ですよね。で何ができるかというともう見えていますけど、こんな形で簡単にもうトランジションのところも行えるというような感じです。繰り返しですけれども、このガイドの機能を使うことによって今までちょっとビデオのところの操作ですね、編集って難しいんじゃないかなっていうふうに思われた方も簡単にこの操作の方法が習得できる、しかも操作が行える同時にというのがまず一つ目大きな今回の、プレミアエレメンツのガイドのモードになっております。じゃあこんな形でですね行ったというところもあるんですけれども、それ以外にもやっぱり、一般のもう皆さんでもちょっとやってみたいなっていうところのものがやっぱり BGM とか音楽をつけるっていうものだと思うんですよね。でそういった時にまあこう言ってドン、もうちょっと外しましたね、ドン、これぐらいですこのぐらいのところ、ちょうど着地したぐらいの時点でなんか音つけたいなっていうようなものを思ったとした場合には、まあ、こちらのガイドでもできるんですけども、先ほどガイドはもうお分かりいただいたと思うので、今回今度は新しい別の機能ですね、オーディオの部分です。特にこれスコアですね、これをご案内させていただきます。このスコアというものは、まあ、楽曲ではないですけども、50曲の BGM ですが250の、まあ、効果音ですね、そういったものがここで得られるというものです。で、例えばですねこれサウンドエフェクト、まさにこれが効果音なんですけども、ちょっとこう着地した時に何がいいかなっていうところでこのサムネですね押していただくととか、まあこんな形でいろんな爆発音ですね、こういったものができるものもあったりとか、まあ 250C のですねこういった効果音が、この中にあります。でこういったクリップというかこのスコアですねというのはまあ、皆さんの中でも欲しいんだけども探すと面倒とかなかなか見つからないっていうことがあったと思うんですが、これプレミアエレメンツの中でも入っております。であと何をすればいいかっていうふうになると、これドラッグ&ドロップでその場所に入れておいていただければもうこのところでボーンというような感じですね。でもう自動的にですねこのスコアのところもちゃんと、まあ、先ほどのクロスのディオズドループがあったとちょうど着地をするときにジャーンというような形でもうできるということなんですね。なのでやっぱり、このメモリーキーパー弊社がターゲットしているお客様はですね、こういったようなちょっとした演出なんかを作って、それを披露したときにあっと驚かせる、これすごいじゃんというふうに、まあ、感じていただきたい、方々がターゲットになっておりますので、こういった効果ですね、演出というのは非常に重要になります。そういったものも今回ついているというのが特徴でもありますし、さらに BGM なんかはやっぱり楽曲とか版権の問題があってこれ難しいところでもあるとは思うんですけれども、この中は基本的に作品としてこの BGM ですね使っていただくためには、これ版権フリーになっております。なのでこういったあこれが音楽がいいかなと思った場合にですね、同じようにこれドラッグ&ドロップしていただければ、お好きな場所にですねこういうふうに置いていただけるというものになっています。ちなみにですけれども、これ見ていただいてお分かりいただけますかね。この音楽って結構長くてですね、このクリップのところが終わったとしても音楽ずっと続いちゃうっていうことがあるんですけれども、こちらの、左側ですね、見ていただけると、はい、ビデオ全体に合わせるっていうようなメニューが入っています。ですので、これチェックしていただいて、今この先まで行ってますけども、完了ボタンを押すと、この終わりのクリップですね、エンディングのところでパチッとこう、あって、で、もうこれで完了ということになります。なので繰り返しですけども、こんな形で滑っていたところがこうトランジションの動力に入って、で、最終的にこれジャンプをした後でも、ドンというような形で、最終的にビデオが終わったと同時にこの、音楽も終わるというような、もう本当にワンステップ、ワンクリックのような形で、簡単に、この演出が行えるというものがポイントになっています。これがスコアの特徴です。で最後にいいお見せ、させていただきますのが、やっぱり作品として仕上げるという意味では、音楽だけではなくて、そのビデオクリップにちょっとしたやっぱり、
視覚効果の演出を加えるということも重要なことかなと思います。これまたやりすぎるとちょっとんというふうに思われるかもしれませんが、まあ、最初のところはですね、実際こういったような作業をしていただければいいかなと思います。でその中ではですね、多数のフィルムルック、前回のバージョンのところでですね、入ったのが、某ハリウッドの人肌がちょっと青くなるような、そういうような映画があったと思うんですけど、そういうような効果を、この中で加えられるというものがありましたけども、今回、まあ、好評につきですね、新たに4つのものが入りました。でそういった中で例えば、まあ、この中でですね、まあ、いろんなものがあるんですけれども、そうですね、ニュース映画、今回、ですね、コミックなんかが新しく入ったものでもあるので、じゃあこれを同じような形でドラッグ&ドロップ、これはビデオのクリップに載せていくというような形になると分かりますね。はい、こういった形で、まあ、基本的にはですね、先ほどと異なってこういった形で見ておくと本当に、まあ、もっとコミック風っていうようなものですね、こういった演出ですね、も行えるということになりますので、繰り返しもうドラッグ&ドロップで複雑な作業もあっという間に行えて、でもう簡単な作品として仕上げる、もう人に自慢できるようなものがあっという間にできる、この動画編集のですね、簡単な機能がどんどん入ってきておりますのが、このプレミアエレメンツという製品。